皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、非常識に成功するために言霊の力を味方につけるというテーマについてお話をしたいと思います。どちらかというとそうですね、スピリチュアルというか、マインドのお話よりの内容になっていくと思います。私はですね、セミナーとかであちこちに飛んでいます。日本全国ですね、北海道とか南は沖縄までですね、いろんな機会と内容によって自分の、出版記念セミナーのために飛ぶ場合もあるし、クライアントさんからの依頼があって飛んでるケースといろいろあるんですけれども、今でこそこれだけあちこち行けるような状態にはなりましたけれども、最初ですね、飛ぶ時、要は初めて、それを開催、違う地域でやろうかっていうのを思った時にですね、やっぱりいろいろ計算しちゃうわけですよね。飛行機取った宿取った、人は集まらなかったらキャンセル料かかるしどうしようみたいな形で、なかなか開催できなかった時とかがありまして、である時からですね、なんていうのかな、思考を切り替えたっていうか、そこでやりたいわけだしって言って、最悪赤字だったとしても、勉強代だと思って、もちろん必死に集客はするんですけれどもね、交通費がなんとかっていうふうに考えてしまうと、最悪プラマイゼロまでどうにか持っていこう、そうすれば持ち出しはないみたいな、そのレベルにしようっていうための、集客は頑張ってたわけなんですよね。そうすると心をそういうふうに決めるとですね、どこに動く、どこでやるっていうのにしても、ほぼ赤字っていうことはなく、決めてそこで開催するっていうことで集客をかける場合には、大概集まるようになってきたんですね。で、私自身がそんな経験を持つことからですね、うちの生徒さん、クライアントさんとかにも、行きたいとこ、飛びたいとこがあったら、まず飛ぶと決めることっていうことをお伝えしているんですよね。なので飛ぶと決めればもちろん飛ぶことはできるんですけれども、そこでいろいろとブロックがかかる心の葛藤とか、そんなものと、じゃあそれを外したらどういう人になれるのかっていう、その、思考が解放されるとどういういいことがあるのかっていう、そういう話と、じゃあそれをやるためには一体何からやったらいいんでしょうっていうことを、今日は中心にお話をしていきたいと思います。まずですね、タイトルですね、非常識に成功するために言霊の力を身につけるっていうことなんで、言霊の力、言葉の力になるんですけれども、これはいわゆる、そういったマインド系とか、自己啓発の本とかにもね、よく書いてある話にも通ずるのかもしれないですけれども、要は、今自分がやっていることないしはやりたいことを過去形にして話すとかね、私はもうそれができましたみたいに言うとかっていうのもあるみたいですけど、私は別に過去形とかにはしないんですけどね、イメージ、頭のイメージはそれはあるんですけど、過去形とかにすると終わったことになってるんで、それがもう達成して叶ったことになってるっていう、脳がね、そういうふうに記憶すると、そういう現実を作り出すっていう、力を使うのに言霊を使いましょうっていうお話とかがね、あったりするんですけれども。私が先生とお話をしていてですね、先生というか私のクライアントさんたちですね、お話をしていて、一番感じるっていうか、最初の段階でです。後半の方になってくると、もうそれが当たり前になってくるんで、そういう言葉も出なくなるんですけれども、途中セッションしてる途中で自信がない方とかっていうのは、ちょっとなんかいろいろと自分を過小評価する言葉とかが結構よく出てくるんですよ。例えばですね、私のような教室にそんな人は来るような気がしないとかね、私がやってるようなこんな小さな教室に人は来ないと思うとか、こんな偏僻な田舎の場所にそんなにたくさんの人は来ないと思うとか、私みたいなっていう言い方よくしますね。先生は有名な先生と違って、そんなにこう人がわさわさ集まるとは思えないとかね、要は自分を過小評価することによってその枠の中に自分を結果として閉じ込めることになるので、まあ現実も当たり前ですけど、そういう小さい、教室になっていっちゃうんですよね。だから日本人って美徳として謙遜っていう、まあ、文化があるんですけど、いえいえ私のような小さな教室がとか言うと小さな教室になりますね。大きくこう広げていきたい人気教室にとかっていうと、なかなか小さい教室とか自分から言っちゃうと本当に小さくこじんまりとまとまっちゃう教室になってしまうので、まあ私のような大きな教室がとは言わないと思うんですけど、小さい教室がっていうのをことさらに言う必要はないと思うんですよね。私のような人間が教えるレベルのものなんてみたいな言い方をする方とかもいらっしゃるんですけどね。要はものすごくお仕事とかができているようなスキルもキャリアもある先生と比べて、自分はまだまだ足りてないみたいな、そこまでいってない、技術もないですっていうふうに、まあ、謙遜して言う方とかもいらっしゃるんですけれども、そうするとやっぱりその足りてないいまいちな自分っていうものを現実としてやはり作ってしまうんですよね。でこれが口で喋ってるとですね、そういう言葉っていうのは本当にホームページとかですね、ブログとか、あとはまあ例えば Facebook のそういうコメントとかああいうのでも構わないんですけど、やっぱ口癖ってついね出てしまうんですよね。だから普段から使ってる言葉はやっぱり現実を作っちゃうんだよねって思うんです。だから小さい教室って言ってると、小さい教室ってやっぱりうっかり書いちゃってる時とかあって、そうするとそれを初めて見た人とかでも小さい教室っていうふうに認知されてしまうので、案外ですね自分の教室の質と格を作ってるのはその方ご本人であるというケースがとても多いですね。はい、だから、もしもすごく自分の教室の格を上げたければ、自分自身が使う言葉を変えていくっていうのがまず一つ大事なことですよね。であとは、まあ、例えば来てくれてる生徒さんがね、大概いい方がもちろん多いとは思うんですけれども、まあ、そういう生徒さんにね感謝するような、まあ、言葉を使うとかですね、基本的にこう謙遜とか過小評価の言葉はあまり使わない方がいいですね。そのようになっていくから、もうこんなところに来ていただいてもう本当にありがとうございますとか、こんなところってどんなところっていう感じなんですけどね、こんなところっていうふうにやっぱり謙遜しちゃうと、まああんまりねよろしくないところみたいな聞こえ方とかにもなってしまうので、ご自身の教室ないしは自分自身、あ私なんてそんなっていうのよくあるじゃないですか。あれも良くないと思いますよ。だから例えば褒められたら、ね、先生すごいですねとかって言ったら、うんとか言ってありがとうとかね、褒めてもらったことに対してそうなのよって言って。だから最初こっぱずかしいかもしれないし、見え見えのお世辞で言われてるかもしれないけれども、綺麗ですねってもしも言われたら、それはありがとうございますって一旦受け取っとく方がいいですよね。笑顔が素敵ですねって言ったら、それがたとえお世辞であっても言葉そのものの言語としての音としての言葉は変わらないので、ありがとうございますって言ってお返しするとか、そうするとその言葉がちゃんと体と脳に染み渡っていくので、可愛い人になるし綺麗な人になるっていう、まあ、自分自身のことだけでもそうなんですから、教室自身もうちの教室なんてって言って謙遜すると、うちの教室なんてっていうレベルになり下がってしまうので、もう自信を持っておすすめする素敵な教室ですと、少なくとも自分だけでも自信を持って言い切ってほしいっていうのはありますよね。私はパン教室の運営をしていましたけれども、まあ、全国的に見ても当時はですよ、今はできちゃってるのかもしれないですけれども、他にはないコンセプトでっていうことで教室を作っていたので、日本に一つだけっていう自負がありましたので、それを自分で言う時ももちろん自信を持って伝えることはできましたから、まあ、その自信っていうのはやっぱりね、習いに来る人にも伝わるわけで、遠方から交通費をかけても来たいっていうふうに思ってくださった方がね、いらっしゃってっていうことは、やはり自分自身がその自分の状態を信じる、ないしは、うまくやっていくっていうイメージでいると、その現実が追いつくように作られていくっていう感じなんですね。でこの癖がですね、結果どういうふうに、まあなっていくかっていうと、まあ、さっき言ったように SNS のその言葉もそうですし、あと肝心の、まあ、ホームページですね、そちらの方の例えばヘッダーと呼ばれる目立つ場所のキャッチコピーとかですね、そういうところにも言葉としてそのまんま書かないにしても、自分が引け目を感じていたりとか、今一つっていうのを感じてしまっている場合には、やっぱりそれっぽい言葉をどうしても使ってしまうケースが多いんですよね。だから、キャッチコピーとか端的に短いもので書いていて、こう目を引くようなものっていう時には、自分の持ってる素養がおそらくそのまんま出てしまうので、普段から使う言葉はやっぱり気をつけた方がいいですね。そうするとその言葉そのものが自分を過小評価するような言葉だったりするものを普段から使っているとですね、どこか端々、言葉の端々にやっぱりそういうものが出てきてしまうので。ホームページないしはランディングページと呼ばれるこう申し込みの肝と核になる部分のページにもうっかりやっぱその癖が出てしまうケースが多いです。ですから口癖っていうのは意識して直さないと、ないしはまあ私も気づいた時にはクライアントさんにねよく言ってはいるんですけれども、そこ口に出す言葉を変えると思考が変わって現実が変わるっていう、まあ、そういった一番ファーストステップで分かりやすいのが言葉になります。こんなエピソードもあります。私のクライアントさんは私に似てですね、よくあちこち飛ぶ方が多いです。関西の方が東京に来たり、東京の方が関西に行ったり、福岡の方が東京に来たりとか、九州ね、熊本の方が東京に来たりとか、札幌の方が東京に来るとかね、よく動きます、うちの先生方はね。でそれに抵抗がない理由っていうのは、まあ、私がコンサルをやってるからっていうのも もちろん多いと思います。私自身が全国を飛ぶから、私を追いかけることになると一緒に飛ぶ羽目になるっていうまあ分かりやすいそれもありますし、あとはもともと違う地域でも求められる人がいたらやってみたい、まあ気分転換もあるのかもしれないし、違うエリアでやってみたい、勝負してみたいっていう気持ちも多分、特に関西のね先生とか東京でもやってみたいっていう気持ちはおそらく強いと思うので、その東京進出っていうのを考えた時にやっぱ飛ぶないしは新幹線で来るっていうことを当然考えなくてはいけないわけで、その時にまあ以前ですね、その関西にいる先生とお話しした時に、いつかは東京でレッスンやりたいんですよねって言うんですよね。このレベルだとですね、現実化するのはめちゃめちゃ遠いですね。まあもしかしたら早い人で1年ぐらいで叶うのかもしれないですけど、ちょっとなんかこう夢みたいな感じじゃないですか。いつかっていう言葉を使ってること自体もうすでになんか遠いものになっちゃってるじゃないですか。でそれを彼女に言った時に、東京でレッスンしたいならしたらいいじゃないですかって私言ったんですよね。そしたら、いや交通費とかもかかるし、それだけの東京、自分がアウェー、関西で東京アウェーな状態で集客できるかっていう自信がないから赤字になってしまうので、その踏ん切りがつかないとかってねおっしゃるから、だってねって言って、やりたいの？やりたくないの？行きたいの？行きたくないの？って言ったら、どっちなの？って言ったら、そりゃ行きたいですって言って、だったら行ったらいいじゃないですかって私に言われて、もうシンプルにそこだけですね。だったら行ったらいいじゃないですかって、あ、そっか、行けばいいのか。で、お金が足りないうんぬんっていうことに関しては、交通費代が稼げるように、そのレッスンももちろんそうなんだけれども、その他のところで東京で仕事ができないか、知人とかいたらそこの人にレッスン希望ないかとか聞いてみるとかしてみたらどうですかっていう話で、他にもね。そうするとレッスン2日3日とかやれば交通費代ぐらいは浮いたりとかする可能性がありますよね。だから、何を優先するべきかって言ったら、行きたいか行きたくないかなんですよね。で、答えが行きたいだったら、あと行けばいいんですよ。まず行くことを決めるっていうことですね。そうすると行くことを決めると、当然現実問題としてお金が動きます。交通費がとか宿泊費が、スタジオレンタル代がかかるとかね。でそれに見合った集客をしなくちゃいけなくなってきますよね。でも行くって決めたらその状況がくっついてくるから、結局集客せざるを得ない状態になりますよね。もちろんゼロになる可能性だってあるかもしれないんですけれども、不思議なことに大概行くとかっていうふうに決めた先生のところには、それなりの情報がちゃんと集まってくる。要は行くっていうことを口に出して言い始めますよね。そうすると関西のだと行けなかったけど、東京に来てくれるんだったら行きたいですとかね。そういう生徒さんとかも結構東京とか感度が高い方が見てたりとかすると、結果やっぱり自分が発信する言葉玉にして行くよと出して言うことによって、人がそこに集まってくるっていう現象を作ることができるので、やはり口に出して言わないといけないので、いつかはって言ったらいつかになっちゃいます。関西に行きたいんだって自分が思ったら、よし関西に行こうとかね、東京に行こうとかって決めて手配しちゃうんですしちゃってから必死に集客頑張ればいいっていう感じなので、行くか行かないかを躊躇している時間はもったいないんですよね。だから私もね、地方の人とかで仕事とか言われて、自分の日程さえ空いててそこ行きたいなと思ったら、もう即答ですね。集客どうするかなんていうのは後で考えます。まず行きたいか行きたくないかっていう、そこを優先するのと、もちろん、それが全く収益化しないような内容だった場合には、遊びでもいいかどうかっていう次の段階のね、判断基準はあるんですけれども、それをすることによって決断とかがものすごく早くなっていきますし、決断が早いっていうことは、そういう状態でこう仕事も回転していくし、ご縁もねやっぱつながっていくんですよね、そのスピード感があると。だから、言霊、要は言葉にして発すると、そういう行きたいとこに行けるようにもなるっていうことです。行こうって決めるとか、どこそこに行きますと決めるとかね。そういう感じです。だから同様に外向きに発信しているメディアですね、特にホームページとか、そこのキャッチコピーとかを A から B に変えるだけで集客って本当に変わっちゃうケースとかが多いんですよ。だからキャッチコピーとかっていうのは結構大事な要素になってきて、 AB っていう状態を、変えた瞬間に、世界が変わる。要は言霊ですね。言葉が変わるから世界が変わるっていうことなんで、どの言葉を使うのが適切なのかっていうことは別としてです。それぐらい、言葉が持つ力っていうのは強いものがあるので、それは味方につけない手はないですよね。やっぱ味方につけて上手に扱ってあげると、大概やりたいことが、できるようになる、叶うようになるっていうことですね。だから口に出さない人、ないしは言霊として自分を卑下するような言葉を使ってしまうと、結局自分が自分のその殻の中に自分を閉じ込めることになってしまいますね。だから私は今こういう状態でこうやって忙しくって全然ニッチもサッチもいかない、身動きが取れないんですっていう方に、じゃあどういう日々の過ごし方をしてるんですかっていうのを聞いていくと、大抵その人が思ってる時間の使い方はその人の価値観と概念であって、私からそれを見ると、あとここ詰められるよね、ここ詰められるよねってどんどん詰めていくと4時間ぐらい時間ができちゃうとかね。そういうのもあったりとか、あとは自分一人でやってる方でどこかで外注化しなくてはいけないようなタイプの方も私がその仕事をやらなくてはいけないんですっておっしゃるので、じゃあどういう仕事をやってるか教えてくださいって言って一日の流れ聞いてったんですよ。でそうすると私がから判断するにそれはあなた本人、要はあなたが絶対にやらなきゃいけない仕事とは私は思わないっていうことを言いますね。外注さんで伝えて、育てて、こういうふうにやってもらえたらいいなっていうふうにできやさえすればそれも叶うような内容も多分に含まれているということが分かると、それだけで自分が絶対にやらなくてはいけないっていうふうに勝手に勘違いしているお仕事が半分以下になる可能性もあります。その外注さんとか雇うお金があるなしは別ですよ。それだけ売り上げが上がる事業って分かってるんだったら、むしろ自分は自分しかできないコンテンツの方に注力をして、それは人に任せるっていう割り切りもどこかで大きくしていきたい時には必要になってきます。だからそこまで大きくないにしてもですね、言葉を、書いていく、キャッチコピーを書いていくとかね、そういう部分において売り上げも変わっていくし、教室の規模とかも変わっていきます。だからまとめますと、言霊の力っていうのは現実化を早めるためのとても強力なツールになるので、こうしたいという願望、要望がある場合には積極的にそれを外に発していくと割と現実化は早くなるっていう、この法則に気づいていただけると、逆に今度言葉で自分の行動を縛っているのも自分自身、私はそれは自分しかできないんでっていうのは幻想であるということを理解していただくと、加速がついてお仕事が回っていくんじゃないかなと思いますので、ご参考になさってみてください。それでは。